丹波光一は兵庫県西宮市出身のプロ野球審判員。審判員袖番号30。新工学園校から京都産業大を経て1993年パシフィックリーグの関西審判部に入局。1994年6月2日のオリックスブルーウェイ部隊日本ハムファイターズ第12回戦の左翼外進にて一軍発出場。 審判員袖番号は30。2020年シーズン終了時までに、通算1955試合に出場。2010年8月28日の福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズ第19回戦にて三塁塁進を務め、通算1000試合出場を達成した。オールスターに3回、2001年、2004年、2013年。 うち2004年と2013年の第2戦で、休進、日本シリーズには5回出場し、2008年、第2戦、2011年第7戦、2015年、第2戦、2016年第6戦で休進を、務めている。第3回ワールドベースボール、クラシック予選4組の台湾ラウンドにおいて、アメリカ人以外では、初となる休進を、タイ,タイニュージーランド戦で務めた。 日本プロ野球選手会が行った選手を対象としたアンケート選手が選ぶ。ベストアンパイア2008パリーグ部門において1位に選ばれた。また2007年の同アンケートでは2位、2009年は3位に選ばれている。学生時代にはオリックスで通訳のアルバイトをしており、英語力はネイティブレベル。タフィローズが英語で判定への不満を口にした時には退場を命じている。 2014年よりクルーチーフに承認。2016年4月27日、オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークス4回戦で、史上89人目となる通算1500試合出場を達成した。2020年から球審での構えを、シザースタンスから基本構えのボックススタンスに変更した。2021年6月22日、 読売ジャイアンツ対横浜 DNA ベイスターズ9回戦で通算2000試合出場を達成。東京2020オリンピックで5試合出場2000試合達成。NPB クルーチーフ丹波光一。ありがとうございます。